どうも皆さんこんにちは、おたばです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、フルサイズミラーレスカメラとかいろんなね、おすすめのカメラのね、動画を、僕いつも上げてるんですけど、まあいろんなね、カメラが、今年も、まあ、出てきたんですけど、まあその中でね、現段階、2021年11月の時点で、おすすめのね、ミラーレスカメラの、動画を撮っていきたいと思います。はい、もし、僕の動画ね、初めて見ている方がいらっしゃいましたら、おたまです。いつもですね、おすすめのカメラだったりだとか、まあ、旅行に行ったね、Vlog とかを YouTube に上げてたりして、まあ、いろんなね、カメラ用品、レンズだったりだとか、まあ、撮影したね、写真とかを共有したりしているチャンネルになりますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日ね、紹介するおすすめのカメラは、全部で6つになります。で、まあ、いろんなね、メーカーから出ているカメラなんですけど、まあ、今年ね、おそらくもうカメラ出ないんじゃないかなって僕は予想しているので、まあ、ちょっと早いんですけども、2021年のまとめみたいな、動画になっているかなと思います。それでは、チェックしていきましょう。まず最初、にご紹介する、カメラですね、キャノンの EOS RP になります。僕のね、動画にもたくさん、出てきている、カメラになりますが、このカメラの、特徴としましては、まあ、2600万画素の、まあ、カメラになっていて、フルサイズミラーレスカメラですね。で、こう、キャノンのフルサイズミラーレスの特徴って、そのオートフォーカスのそのポイントっていう認識するね、ポイントみたいなのが非常に多いっていうのが、ちょっと僕の中で印象があるんですけど、まあなのでね、ソニーと同じぐらいのレベルでオートフォーカスがすごいいいのかなっていうふうに思ってます。ただこの AF ポイントっていう方が多い方がもしかしたら暗証に強いんですかね。まあ、もしかしたら詳しい人いたらコメントしていただけると嬉しいんですけど。で、最高でね、4K25 フレームの映像を撮影することができて、バリアングルの液晶を搭載しています。まあ、非常にね、軽量なカメラとなっているので、まあ、気軽にね、スナップだったり、外にね、写真動画撮ったりとかするのもいいんじゃないかなと思います。ただ手ブレ補正非搭載なので、まあ、動画撮るときには非常にね、手ブレをしてしまうので、そこはね、気をつけた方がいいかなと思います。やっぱりいいところで言えばバリアングル搭載してて、やっぱりまあフルフレームですよね、フルサイズカメラっていうところと、あとやっぱり値段がすごい安いんですよね。10万ぐらいで本体買えたりするので、まあ、まるで APS-C と同じぐらいの値段でフルサイズを体験することができるっていうのは非常にいいところだと思います。まあ、ただね、やっぱりね、手ブレ補正搭載していなかったりだとか、4K で撮影する時にちょっとクロップされちゃったりだとか、まあ、いろいろね、条件によっては、まあ、バッテリーがね、乏しい性能だったり、充電しながら、撮影することができなかったりとかもあるんですけど、まあね、初心者の方にとってはね、そこまで細かいところ気にしなくてもいいのかなと思うので、まあ初心者の方ね、キャノン EOS RP 一つ、いいね、カメラになるんじゃないかなと思います。それでは二つ目のカメラ紹介します。次はですね、富士フイルムの XS10 というカメラになります。こちらもですね、僕が去年2020年のベストカメラとして紹介していた機種となります。このカメラは2600万画素を搭載していて、センサーサイズは APS-C となっています。やはりバリアングルの液晶を搭載していますし、4K の30フレームまで撮影することができます。やっぱりこのカメラの特徴というよりか、まあ、富士フイルムのカメラの特徴として、フィルムシュミレーションというのが撮れるんですよね。なんで初めての方とかでも、なんかこうプロが撮ったか、プロだが編集したかのようなこう写真の色味だったりとかを再現することができるので、やっぱりね、こう、初心者だとこう自分で編集して、こう、好みの色味っていうのを追求していくのって非常に難しいと思うんですよね。なんでまあ、早い段階でそういうこう、色味のね、こうなんですか、経験というか、ノウハウを積み重ねていった結果、自分でいじりたくなったら参考にして、自分の色に近づけるっていうのができるので、まあやっぱこのカメラ初心者にも向いていますし、やっぱりこのカメラの特徴としては、手ブレ補正が非常に強いんですよ。で、電子手ブレ補正も普通の5軸の手ブレ補正もついてたりするので、まあ、写真や動画で撮るときにも手ブレしにくいっていう特徴がありますね。で、あとはやっぱりこう、グリップが非常に大きいので、安定しますってで持っていて。で、しかも、まあ、解像感もかなり高いっていうところが、まあ、僕はね、素晴らしいなって思います。
で、やっぱり、まあ、ただね、こういう完璧なカメラに近いものではあるんですけど、まあ、デメリットも一応あるのかなって個人的には思ってるんですよ。まあ、そのオートフォーカスの、まあ、性能っていうのが、やっぱりこうね、すごい高額のカメラに関しては、ちょっとそんなにすごい競えるレベルじゃないのかなっていう感じもしますし、まあ、あとカスタムボタン少なかったりだとか。まあ、でもバッテリーはまあ普通ぐらいですね。なんでまあ、ほぼほぼ完璧だと思います。特に初心者や中級者の方がね、買いたいって思った時に、ほぼほぼ完璧なので、これ選んだら間違いないっていうようなカメラなのかなと思います。次に3つ目のカメラを紹介します。でね、これ非常に迷ったんですけど、パナソニックのルミックス S5 になってきます。で、まあ本当は GH5 とかも、まあ素晴らしいカメラいっぱいありますし、中古で非常に安く今ね、販売されてたりする GH5 も一応おすすめではあるんですけど、まあ僕はあんまりマイクロフォーサーズっていうセンサーサイズを正直あんまりおすすめしてないんですよね。まあ暗所に強くなかったりするところとか、ただ GH5 はね、すごくいいカメラでもあるんですけど、ちょっとね、今回のラインナップには外させていただいてます。で、ルミックス S5 に関してこちらもフルサイズのミラーレスカメラになります。で、バリアングル液晶を搭載していて、4K の60フレームまで撮影できるんですけど、まあこれもやっぱりクロップされてしまうというデメリットもありますよと。でね、やっぱりこのカメラのメリットっていうと、そうですね、まあ 4K10bit っていう色味の情報が多いフォーマット形式で、まあ撮影することができますよというものところと、まあ動画撮影の話ですね。で、あとはどうだろうな、まあすごい、まあある程度コンパクトに仕上がったカメラだとは思いますね、フルサイズとして。で、まあやっぱり5軸手ブレ補正も搭載しているので、まあそこもね、非常に優秀な点ですし、動画の色味がね、非常に綺麗なのも、個人的には好きですね。で、あとは、サードパーティーのレンズを一応選ぶことができるんですよね。L マウントっていう、レンズのね、マウント部分になっているので、まあ、シグマだったり、ライカだったり、まあ、パナソニックが提供している純正のレンズだったりだとか、まあ、微妙にね、こう、レンズバリエーションが多いっていうところは、まあ、すごくメリットになってくるんじゃないかなと、今後メリットになってくるのかなとも思っております。まあ、オートフォーカスのスピードはま、普通って感じかな。なのでもうちょっとね、そこら辺もね、優秀になってくれるといいんじゃないかなとは思っております。はい。そして4番目の、カメラを紹介したいと思います。4番目、ソニーの α7C ですね。で、やっぱり α7C、毎回僕の動画にね、出てくるんですけど、まあ僕が好きっていうのもあります。持ってないくせに。本当欲しいけどね、サブカメラで。こちらはね、20万画素かななっていて、2420万画素で、フルサイズのミラーレスカメラの中で、手ブレ補正を搭載している中で一番最小最軽量っていう、最小最軽量、になっているカメラになります。やはりバリアングル液晶。やっぱもうね、バリアングル液晶はね、今の時代ね、マスだと思います。バリアングル今ね、正直やらないところはカメラ売れなくなってくるんじゃないかなと思いますね。で、4K の30フレームまでの撮影ができます。やっぱりね、このカメラの特徴は、まあ、やっぱソニーの、その、たくさんあるレンズのバリエーションを選択することができますし、しかもまあ、やっぱオートフォーカスがね、非常に早いのがソニーのカメラの特徴であったりしますし、で、しかもね、やっぱこの、レンズをたくさん選べたりするとやっぱね、こういろいろ追求してって重たいレンズとかも出てくるんですよ。ただね、やっぱりボディが 500g ってなってくると、まあこう、よりね、こう重たいレンズ1個も持っていこうかなっていう、こうレンズ1個付け足しで持っていこうかなっていう気持ちにさせてくれるので、まあそこはね、こう気軽に撮影をするっていうところで言うと、非常にね、僕はいいカメラだと思っております。まあね、動画を撮るときにも、まあ、そんなに強い手ブレ補正ではないんですけど、やっぱ動画の手ブレ補正でも、まあ、自分がね、撮る人がね、うまーくこうゆっくり撮ってさえすれば、意外と滑らかに、編集とかでも補正することができるので、まあ、本人の技術次第かなとも思ったりしますね。で、ただね、20万ぐらいする割には、ちょっとね、メニューのシステムがね、ちょっと古い α7-3 とかと同じ感じになってるんで、ちょっとね、そこのね、ところが微妙かなと思いますし、まあ、あとね、こう、覗き込むビューファインダーっていうのも、ちょっと小さいかなっていうのはあります。まあ、グリップもちっちゃかったりだとか、SD が片方しか刺さらないのは別に僕はどうでもいいんですけど、
っていうところで、まあ、カスタムボタン少ないとか、こう、細かいところ言い出すと結構あるんですけど、まあ、それをさておき、やっぱりコンパクトでフルサイズミラーレスっていいよねっていうところで、僕はね、このカメラをおすすめさせていただきます。で、次、5番目のカメラですね。こちらまだ日本では、発売の発表がね、されていないところで、ソニー α7-4 となります。ソニーのカメラで多分一番売れてるのって α7-3 だと思うんですけど、その α7-3 の後継機になっております。簡単に言うと、まあ、3300万画素っていう、ものに変えて、α7S3、僕の今使っているカメラのいいとこ取りをしたような製品なのかなと、僕はね、思っています。で、バリアングル液晶にもなってますし、4K の60フレーム、10ビットの撮影をすることができるっていうところが、まあ、売りにもなってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただね、このカメラ、やっぱり 7K オーバーサンプリングで 4K の映像を撮れたりするんで、まあ、そこはすごい綺麗だなって思うんですよね。で、まあ、やっぱり解像感めちゃくちゃ綺麗で高いなと思いますし、五軸の手ブレ補正もあって、まあ、そこも万能で、しかも電子手ブレ補正も入っている、アクティブ手ブレ補正っていうのもあるんで、まあ、そこもね、ほとんどジンバルなくても、まあ、頑張れば綺麗な映像撮れるっていうものだったりするんですよね。なんで、まあ、デュアル SD スロットなので、プロの現場でも使えると思います。ただね、やっぱりどうしてもデメリットってあるんですよね。で、それが個人的には、やっぱりここが大きいと思っていて、まあ、一つ、まあ、ちょっと前の動画とかでも出してたんですけど、4K の60フレームの、撮影をするときに、APS-C の 1.5 倍クロップの画角で撮影になってしまうっていうところですよね。これね、本当にね、僕はね、問題だと思ってて、まあ、なんでかっていうと、フレーム数がやっぱり多いと、スローモーションにすることができるんですよ。編集するときに。動画のね、場合。で、そうなったときに、こう、クロップされちゃうと、やっぱりこう自分の撮りたい絵っていうのが撮れないですし、僕の α7S3 撮ってるときも、基本400、4K の120フレームで撮影してて、後で、まあ、自由にね、スローモーションを加えたりだとかして、万能にね、そのフレーム数っていうのを使ってるんですけど、それをね、ちょっと60フレームは少なくとも、ちょっとね、動画機としては撮りたいなって思った時にクロップされちゃうと、ちょっとね、テンション下がりますね。なんで僕はちょっと α7-4 はね、正直買わないなっていうふうに思ってるんですけど、ただね、あくまで僕みたいに動画をする人の話なんで、まあ、やっぱり写真メインでされる方にとっては結構いいところもありますよね。レンズもいっぱい使えますし。で、あとは懸念としてはやっぱ高いってことですね、値段が。まあ、おそらく日本円はまだ出てないですけど、多分30万ぐらいなんですよ。ってなった時に30万でこの性能か、ってなっちゃうんですよ。はい。ということで。次のカメラ行きましょう。6個目、EOS R6 になってきます。EOS R6、こちら2010万画素の、カメラになっていて、フルサイズミラーレス。で、やっぱりキャノンの特徴としてですね、AF のね、ポイントっていうのが、まあ、オートフォーカスポイントっていうのが、まあ、6072ポイントっていうのがあって、まあ、ものすごくね、AF が性能が高いですね、オートフォーカス性能が。で、バリアングル液晶を搭載していて、4K60 フレームの10ビット撮影っていうのができるのが特徴になってますね。で、このカメラの、素晴らしいところはですね、やっぱり、ね、2010万画素っていう、まあ万能な、まあ、画素数ですよね。写真を撮って、ちょっとね、こうクロップしたりした時にも、ある程度画素に余裕があるので、まあ、全然クロップしても耐久というか、まあその、まあ、クロップしてもある程度綺麗に、シェアすることができる、作品を作ることができるっていうところもそうですし、やっぱり動画でもね、映像暗所に強くなってって、でしかも先ほどね α7-4 だと 4K60 フレームでクロップ、まあ、されちゃいますよって伝えてたんですけど、この EOS R6 は 4K の60フレームでほとんど確か 1.07 倍ぐらいしかクロップされないので、ほぼ影響がないんですよね。やっぱりそれがね、すごくね、メリットに感じますね、このカメラは。で、あとは、まあ、やっぱり最大で8段、5軸の、手ブレ補正を搭載しているっていうところがいいところですね。まあ、レンズ側の強調手ブレ補正ですよね。ただね、まあ、キャノンのレンズって、改造性能めちゃくちゃ高いなって思うんですけど、やっぱ重いなと思うんですよ、純正レンズ。なんで、気軽に持ち歩くときに、ちょっとね、ボディサイズも EOS R6 とかって大きいんで、そこかなーっていうのはちょっと思います。なんで今後ね、キャノンが、まあ、α7C のようなコンパクトで、
まあ、要するに EOSRP の後継機ですよね。EOSRP の後継機みたいな感じで、もうほんと軽さとかを追求して、性能重視したものが出てきたら、まあ、非常にね、まあ、またカメラの業界をね、リードできるようになるんじゃないかなと思っているんですが、やっぱりね、こちらも高いです。EOSR6。まあ、α7 IV と、競合製品になるので、まあ、やっぱり30万ぐらいはしますよね。で、やっぱりちょっと重たいですし。ってなってくるとやっぱちょっとね、まあ悩むけど、まあただ動画基準で、まあクオリティの高いものを撮りたいってなったら、まあ個人的には EOS R6 選ぶのもありかなと思います。ただレンズラインナップでいろいろ楽しみたい人だったら正直ソニー行った方がいいのかなと思います。現状はね、今後変わるかもしれないですけど。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひね、こういったカメラの紹介の動画するんですけど、まあね、この動画を見ても、自分に合ったカメラってどれなんだろうって分かんない人って多分たくさんいらっしゃると思うので、ぜひそういった方はですね、気軽に下のコメント欄に、まあ、こういうシチュエーションでこういうのを撮りたいんですけど、みたいな感じの詳細をね、ご相談いただければ全てお答えしていきますので、ぜひ遠慮なさらずコメントしていただければと思います。この動画ぜひためになった方は高評価、あとはね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。